どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク。今月のリ・インボークフェスに、得意なクイーン結霜術、安久黒菜 CV、結城葵さんが登場しています。早速、キャラの詳細の方を見ていきましょう。黒菜、かなり人気なキャラクターですね。ステータスの方、10674HP、攻撃力が911、防御力が617。まあ攻撃力は1000乗ってて欲しかったかな。まあ最近のキャラクターだと。ただこいつは、流血の迫撃 GS ですね。なんでやっぱりこいつはオールと組ませるといいということですね。フェスゲンオールですね。まあ原作通りでしょう。で、回避率アップ S ですね。回避率 20%、アップダメか 20%、非属性キラートリプル S マイナスで、流血特攻ですね。特攻じゃなかった。流血得意 A ですね。プラス3ターン延長させる。ってことはスキルであれかな。流血かな。つくのかな、やっぱり。いいね。この流血 GS なんでオールと組ませやすいというところはある。でも原作通り、アニメでなかったよね。アモンさんがカプセルから出てきてさ、っていうシーンは多分アニメではなかった記憶だと。ないよね。アニメのことも全くもう頭の中から忘れてしまってるんですが。で、輪郭ですね。スキル、アースウォーカーレベル5。3ターンの間、自身の攻撃力を2倍にする。3ターンの間、敵単体の防御力を 0.5 倍にする。敵単体へ攻撃力 1.2 倍の10連ダメージを与え、1ターン流血状態にする。これ、あれ通りかな。V ジャンプ公式チャンネルで発表されたステータス、スキル内容通りかな多分ね。こんな感じですね。闘争ステータスは。攻撃力、防御力が若干高いから、攻撃力が若干低くてもいいのか、HP 高いのかな、これは。闘争いつも攻撃力と防御力しか見てねえから、HP のあれ平均がわかんねえな。で、闘争スキル遊ぼうか10秒間、味方司令官の攻撃力を3倍にするんですね。まあ今回石がないんで、キャラ的にはね、引いておきたいんですよ。こいつ、カグネどんな感じだったかな。引いておきたいな。クイーン系持ってカグネ出してるキャラクターってさ、めちゃくちゃかっこよくない？そう思うんだけど、ハイセンのそれのバージョン出ねえかな。雪村持ってカグネさ、出してるバージョン出ねえかなと思うんだけど。とりあえずこいつは10連ですね。インボークです。そろそろヨモさんあたり来そうで怖いし、重蔵も来そうだし、タタラさんも来そうだ。この3人の中のどれかはね、多分スペシャルガシャで来るんじゃないかな。いや、ただね、重蔵は正直スペシャルじゃなくて、フェスで来そう。なぜならもう、スペシャルには女装重蔵がいるから。こっちにも一応無印はいるけど、フェスゲーの重蔵がいねえから、重蔵はインボークフェスで来るんじゃないかなと。ヨモさんもフェスいないから。フェス来てスペシャルみたいな認識だったんだけどな、俺は。行きましょう。10連ね。インボーク S のステップ1は30個で引けるんでお得ですね。俺、インボーク S のステップ1で SSR のピックアップが出ることなんてほとんどないというか、出た方が奇跡なんだけど、こんな感じでいつもね、SSR すら出ないっていう、感じなんですけども、ひなみの時は最初の10連で出てくれて、めっちゃ良かったんですけどね。ひなみは闘争で、なかなか重宝して使ってるんですが、僕はね。ということで、今回、黒菜でした。ボックスがいっぱいだね。この間、10個使って50枠拡張したんですけど、もういっぱいいっぱいですね。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。